ここは空に一番近い場所。氷に閉ざされた何もない寂しい世界。雪山一族だけがここで天上に住まう神を奉仕している。聖なる炎から生まれた私は神の使い、そしてここを守るのが務め。心が乱れて己を律するのだ。聖女様、務めを忘れた鈴彦姫。でも吹雪は止まない。神もこれだ。この壇上は本当のものなんて一つもない。私は聖女だから、自分の感情をずっと抑えてきた。御神下に焼かれる痛みにも耐えてきた。結局このありさまだ。ならばいっそのこと心を捨てて暴れまくって炎に心を委ねてしまいたい。心が灰になれば、私を縛れるものはきっとなくなる。大司祭、雪はいつ止むの？この道が炎に照らされた暁に、雪は止むである。